こんばんは。今日はね、3連休最終日ということで、休みのね最後の日はだいたい空いてるだろうという僕のいつものクソ推測でですね、現在駒ヶ岳、長野県にちょっとブーンと羽を伸ばしに来ております。これからね、一応山梨の方に行くんだけど、そう、ここはね、ソースカツ丼がね結構有名らしくて、で今さっきソースカツ丼食ってきました。その画像はないですありません。これが駒ヶ根サービスエリア、なんか大きい大きいって聞いてたけど、結構そんなに大きくなかったはい。で一応さっきね、このね三元豚のソースカツ丼食べたんだけど、これね美味しかった、普通にめちゃめちゃ大きく美味しかった、1300円ですね。864円、信玄餅、はい、ここがどこか分かりますか。諏訪湖です。ここは日本最大の湖、諏訪湖です。いや、まあ 2番目なんですけどね、1番目はミシシッピ湖なんで。じゃあ、茅野市の尖石縄文交換来てます。1000点ぐらい。これもいいね、かなりね。これもいいですね、非常に。この尖ね、尖なんちゃら縄文遺跡来てます。でね、本当にね山の中だっていうのもあるけど、もうね空気が美味しい。あとね、これ水も綺麗なよ。これ見て、この小川もさ結構水量もあって、まあ雨降ったっちゃのもあるんだけど。いいよね、こんなところでジャブジャブしたいぐらい。もう暑いもん、若干ちょっと風呂入りたいぐらい。風呂じゃねえよ、これ。こんなか早泳ぎたいぐらい。でも入ると多分昼に食いつかれるから。ホテルに到着しました。お前らは無職か、餌ばっか食べやがって、このクソ無職。はい、健康ランド到着しました。あ、綺麗やん。俺お尻弱いからさ、ウォシュレットないとダメなんだよ。ありがてえ。で、綺麗。本当にね、綺麗ですね。あ、景色も見てください、これ。クソやん。いや、まあいいんですけど。はい。